はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは。ということで、今回も新三国無双3の11武器取っていきます。徐行ですね、徐行をやっていく。条件が繁盛防衛戦ね、条件が運転2つと投石機2つを破壊すると、で総大将以外の全敵将を撃破するっていうのと200人斬りをやっていく。で、間違いなく残難で白虎玄武真空と何やろ、戦力秘書とかかな、で行こうか。よしよっしゃ行くぜ。運転を真っ先に倒す、一旦中断していい。まず運転がどこにあるかわからんのよね、それ調べてからやね。さあ来い、行くぜ、ボコボコにしてやる、ボコボコにしてやるぞ俺が。総人殿、城外の敵は我らにお任せ。運転隊、宝石車隊、進軍せよ。どこや、こっちか。こいつやな。ちょっと待ってくれ。もう一個はこいつか。よし、ん？なんて？投石車ってどこ？南か。南。二つ倒したね。あと投石車を二つ倒したらいいんか。任せんしゃい、僕に任せんしゃい。これか。あ、なるほど、これも一撃になるんか。あ、なるほどね、効かんな。オッケーオッケー、よし、兵器をすべて破壊したか。よし、今こそ攻撃。これで武将を全員撃破するということで、これした後で200人切る。我らも続け。引くわけにはいかない。はい、へい、敵将撃ち取ったり。で、あ、ちょっと待って、これちょっと待って、総人が暴走してない？暴走しとるな、あいつ。やばいやばい、総人がなんかはしゃいどる。これであと200人切らないかんのか。これがめんどくさそうやな。
雑魚部屋相手やけん、これがいいね。やばい、ミスった、これか。あれ、もう変な方にロックしすぎ。これか。来い、待ち来い、はい、どんどん来い。いやー、誰やあれ。バリオホール、はい、回復くれ。何でもいいから回復くれ俺に。あれ回復出んね、そういうステージ。あった、回復があった。えい、めっちゃ強いやん、無双ランプ。そなたこそ、バンプ不動の凍結よ。はい、オッケー。はい、次。おい。ほら、来い。強い。バカ強。いや、ザーンやっぱいいな。まあ、弱くなったとはいえ全然強いわ。やっぱりね、雑魚兵がね、倒せるってのはだいぶ違うよ。気持ち的にも。結局この雑魚兵に気遣いながら戦うのが一番しんどいけん。来たね、よし。これであとカーンを倒す。強いな。ちょっと待ってくれ。やばい。強すぎる。やばい。よし、取った。よっしゃ。上皇の十一武器、白虎画壇極め。うわ、出た。あの、覚えてますか？俺、2の動画で、極め一戦のことめちゃくちゃバカにした。今回出たな、白虎画壇極めが。恥ずかしいぞ。上皇恥ずかしいぞ。気をつけろ。オッケーです。ということで、上皇の11武器取りました。ちょっと義軍ここら辺ずっと簡単なのが続いとるけん楽やね。まあ、そんな感じで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。